レースが綺麗でちんまりした女性用パンツ。パンティーを履いている女の子の用部。パンティーは女性用の下半身用の下着の一種。パンティとも呼ばれる。主に女性用の下着のうち、下半身に直接身につけるもの。防寒及び体毛や残尿などで衣服が汚れるのを防止するために着用される。布の覆う面積は基本的に女性器から全部。 おおむね足の付け根からへその下までを覆い隠すような形状および丈になっている。形状および覆う面積は多岐にわたる。詳しくは口述。中には絵や文字がプリントされているものもあり、プリントパンティと呼ばれるものもある。アメリカ英語では一般的にパンティーズまたはブリーフストーと呼ばれる。イギリス英語ではニッカーズと呼ばれる。一着なのにべて複数形だが、 これは足が左右2本通るからでパンツ、ズロース、ショーツ、ブルーマーズそしてヒップスも同じ。日本でも1990年代の前半頃までは普通にパンティーと呼称されていたが下着業界が販売戦略のためショーツという言葉を普及させ近年は特に若年層の女性の会話などにおいてはショーツまたは単純に パンツという呼称が一般的になっており、口語においてパンティという語が使用されることはほぼない。1999年の段階で、すでにパンティという語は若者は使わない言葉になっていたという指摘もある。しかし英語会話ではパンティは一般的であり、それに影響されパンティと呼称する女性もいる上、日本の女性肌着専門会社ピーチジョンではショーツや パンツではなく、パンティの名称で販売している。ショーツとは、アメリカ英語で男子の半ズボンのことであるが、イギリスなどでは短い下着を指すことがあり、長いものは、パンツと呼ばれる。フロントとバック、それをつなぐクロッチというシンプルな構成である。前後ろの区別がつきやすいように前面に、リボンがついているものもある。紀元前3000年頃が起源とされる。普及した場所は、イタリア。 ルーブル美術館所像のメソポタミア南部シュメールのテラコッタ像とレリーフにパンティーを履いた女性と腰布を巻いた女性の姿がある。これらは羊の皮で作られウエストにベルトを巻いている。太ももの間にまとわりつく腰布の端を固定したのがパンティーの始まりだと考えられている。下着自体をファッションと捉える風潮が一般的となっている。 近年パンティーは多岐にわたる色やデザインのものが存在し、好みの色やレースデザインなどに加え、よりシンプルな無地タイプがある。好みやつけた時の肌触り、t p o に合わせて複数揃える人が多い。また、コーディネートとして、白のブラジャーをつけるなら白のパンティー、黒のブラなら黒のパンティーと、ブラとパンティーは色とデザインを統一するのが基本である。下着売り場では、 コーディネートできるように、ブラと揃いの色、デザインのパンティーが上下に並べられていることがある。パンティーは、一般に前身頃に比べて後ろ身頃には慎重性が必要なので、前身頃には、天軸、ベア天軸、フライスやトリコットを、また後ろ身頃には、メンポリウレタンコンボーのストレッチ天軸、フライス、ツーウェイトリコット、パワーネットなどが使用される。繊細ないセクシーなテイストのものでは、 透け感を与えるため、チュールネット、オーガンジー、パワーネットなどが、また、光沢感を与えるため、サテンや、シルクなどが用いられる。また、しなやかな手触りを持つ、極細繊維糸を用いた、マイクロファイバー素材のものもある。クロッチの二重部分の裏地は、ミキジと同じ色、生地である場合や、総柄の場合では、ミキジと同じ総柄の裏面である場合もある。素材。 竹による分類、編集ラインによる分類、編集女性用ショーツパンティのデザインの種類、バックスタイルによる分類、編集その他の分類、編集など、ありがとうございます。